じゃ、下手くそか。どうやって出すのこれ。じゃ、いや、麺を落とすのよ。せんべい越してどうすんのよ。皆さん、こんにちは、こんばんは。しーたみさこです。伊達あずみでーす。さあ、台湾のお土産、続いては、じゃん。こちらでーす。ばばばーん。よく見るやつ、台湾で。もともとはカップラーメンなんですよね。で、コンビニとかも普通に売ってるようなカップラーメンで、それの今日は袋麺版。これなんか特徴的なのが、カップが2つついてるんですよ。カップラーメンで。このカップラーメンを作るときに、セパレートされてるやつを、パッて2つに分けます。で、片方で麺を作るんですよね。うん。で、お湯を、このもう片方のところに、ちょ、ちゃーっと入れます。うん。そしたら中にスープの素が入ってて、うん、で、スープと麺を一緒に楽しめるみたいな。あー、なるほど。これが結構、まあ、向こうで人気があって、うん、これなんて読むんだろうな。ウェリーザージャン麺。うん。もう一回言いますね。うん。ウェリーザージャン麺。ジャンメン、なんかちょっと待って、レディース&ジェントルメン。ウェリーザージャンメン。レディース&ジェントルメン。じゃあ早速、こちらの方も、うん、はい、試しに作っていきたいと思います。はい。では、みさこさんのクッキングしていきたいと思います。イェーイ。面白いよね。チキンラーメン的作り方ですね。うん、まず、茹でる。茹でるって言っても、なんかこれ蒸すみたいな感じだよね。なるほどね。麺です。はい。麺を、こちらに、入れまーす。チューン。足りるか？いっちゃう。ん？あ、いった。いけるな。よし、うん、じゃあ蓋開けて。まあ、足りないって言うとしたらね、いった。でも足の携帯で3分だよね。3分。うまい。その間に、これスープなんですけど、うん、2つ入ってます、はい、こっちが麺と絡める方、うん、で、こっちがスープ、うん、したらさ、それなんか油っぽいから温めときたいよね、うん、はい、ですね、で、これはスープなんで、うん、はーい、でも、あとはもう混ぜるだけで、ね、なるほどね、オーケー、いいわよ、え、これなんかすごい簡単かも、簡単でしょ、うん、あれ？あ、そう、私何もしてない。え？めちゃくちゃしてるよ。してないよ。さっきみたいになんか雑さの、うん、うんみたいなのないよ。あ、そもそもさ、このスープには何ミリリットル入れればいいんだろうね。なんじゃその顔。あ、溶けた溶けた。お、いい感じに。うん。いいね。これなんだろう、お味噌かな？振っといたら一応油と混ぜるためにやっぱ来たよ、胃の一番の仕事よかった仕事ください今現場ニートです私現場ニート今まさに現場にいるけど仕事がなくて現場ニートです現場ニートだねせーのうわーいけてんのかな表面とか ね、 ねちょっと混ぜてみようか、うん、軽く混ぜてみたらあいけてそうな雰囲気はあるけど、ちょっと硬そうな感じもするけどね。ちょっと味見てみたら。うん、どう？ああ、うん、こういう乾麺だったらこれぐらいかもみたいな。うん。スープ作りますか。そうっすね。これどうやって移すの？やっぱさ、安全にザル使った方がいいんじゃない？ザル使う？うん。え、こういうことでしょ？そうそうそう。怖いねスープができるようになって、はい、そういうもんだから大丈夫だよ本当勇気を出してこれがね、うん、熱いんじゃよ頑張れ今度は私作るねって今度は私作るねって言ってたから頑張れでも全部ジャーっていくといくようんいくよあいいよいいよ頑張れ頑張れあーちょっと待ってあーちょっとストップしてでちょっとスープ見てどうですみさこさんねどうです先輩先輩どうすか行きますもうちょい行くわもうちょい行こうかもうちょい行くわもうちょい行こうはいはいいですかちょっと吸収しますねはい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 すげえ難易度ちょっと先輩汁が少ししてるよあいいよいいよ全部捨てていいよはいよじゃーんじゃばっとはい熱いお疲れいよいしょはいじゃあ先輩待望のジャッジャやってはいじゃ下手くそかどうやって出すのこれいや麺を落とすのよ
先輩越しでどうすんのよ。こうで、麺自体をこう落とす。おい。あ、先輩越しでどうすんだって。なんで先輩持ちんの。そう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 。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、いいんじゃないでしょうか。はい。今、もう入ってない？お湯的なものは。大丈夫じゃない？はい。はい、じゃあさっきの。じゃあ。なんか固まってんな。すごいな。油がでも溶けてるから、うん、あれだけど、この味噌がね、なんかモリモリした感じだよね。そう、うん、これを混ぜる。混ぜあ、急いで。はい。これもらっちゃう。はい。ほら。あ、お味噌の匂いがすごい。よく混ぜてな。うん、これはね、よく混ぜないといけないと思う。そもそもさ、台湾行った時にあんま味噌っぽい味のもの食べなかったよね。食べなかった。はい、こちら出来上がりでーす。やった、できました。はい、できたぞ。頑張って混ぜたけど、これ以上混ざんなかったんで。じゃあいただきます。いただきます。うん、味噌味だ。味噌だよね、うん、味噌の味がする。ほんとさっき先輩言ってたみたいに赤味噌の感じがする。めっちゃジャンクな味するね、うん、なんだろう、これ何口食べても何味かがわからない。わかんない。うん、形容しがたい、うん、ね。そうだね。麺のさ、食感がさ、独特だよね。ちょっと噛み応えがあって厚みもあるし、うん、うん。え、なんだろう、味噌は味噌やね。味噌の味がする。ちょっと辛みもあるよね。ちょっとピリッとする、うん、そうそうそう、そういうのもある。感じもある。学生が好きそうな味だよね、すごい。何かが足りない。なんだそれ。なんだろう、なんか足りないの。うん、うん、なんかこう、だしだし、なんかすごく味がさ、味噌のその濃さはあるんだけど、うんうんうん、奥行きがない感じだよね。あ、そうそうそう、うん、軽いなって。確かに。でもさ、この軽い感じがさ、結構な、え、これなんだろうと思ってさ、もくもく食べちゃう感じ、わ、うん、かる、うん、わかる、うん、結果食べてんの。そうそうそう、なんか奥行きないなとか言いながらすげえ食べちゃう。食べてんの、うん、でもザ・ジャンキーだわ。ジャンクだよね。うん、美味しいよね。うん、うん、ミスドとかって帰りに寄ってた人。私はなかったから、でもどういう、あは、うん、高校の帰りとかにミスド行って、うん、ドーナツと、うん、コーヒーと担々麺みたいな、うん、あなるほどね。そう、こう、まあ、これぐらいのちょうど器で一人分、うん、としては多分付け合わせだからそんなに多くないんだけど、うん、みんなでちょっとずつつまみながら、うん、食べるみたいな、ね、うん。スープはどう？いただきますよ。これとこれがすごい合うとかじゃない、もしかして。もうこういうスープ大好きなんだよね。いただきます。めっちゃ味わってるやん。どう？スープです。いや、そうですね、うん、スープ飲んでたから。あ、ね、うん、軽い。軽いんだ。いただきます。なんかニンニクの香りめっちゃするね。うん、するなんだけど、味が軽い。あー、ほんと、なんか全然、うん、あの主張してこない感じだね。そう、うん、軽いの。濃いもの食べた時に一緒に、あ、そうそうそう、そんな感じっていう、そんな感じ。こう鼻からいきまずニンニクがバーンってアタックしてきて、でも飲むとすごい塩ベースの優しい味だよね、うん、でもこの麺と確かにすごい合うかも。一緒に食べるって意味じゃなくてよ、その濃いものとこのちょっと完全にこういけってことだ。こう、そうは多分いかないジャンクフードって感じ。いかがですか？うん、うん、ジャンク、ジャンクだねこれこそ本当にどこにでも売ってる、コンビニにも、まあ袋麺ちょっと置いてないかもしれないですけど、カップ麺の形状でスーパーでもコンビニでも買えるものなんですね、うんうんうん、これかなり安くて、袋入ってる、この袋麺ね、袋入ってて100円しなかった、90元とかだったんですよ。そんな、そう、そんな、そんなそうそう、5袋入って320円、全然ちゃうやん。
そう、さっきのちょっとやっぱ高級麺なんですよ。一袋あたりこれが64円ぐらいです。うん。はい。でも64円でさ、この麺ががっつり食べられて、スープもついてて、うん、かなりお得な感じですよね。お得だと思う。ね。あれお得だわ、うん。女性よりは男性の方が好きな味かもね、うん、これは、うんうん。そして学生。まあ学生。主に学生。ね、主に学生だね。そう。わかるわ。うん。すげえわかる。ね。値段的に見てもお土産で買ってきて配るっていうのは全然ありだと思う。ただもうジャンキーなのでそれだけはちゃんと伝えてあげないと食べるタイミングが間違うともしかしたら重いって感じるかもしれないし、うん、あるとは思うけども、ちょっと脂っぽいですね。そう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 、はもうでもありだと思いました。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。アレンジもので、アレンジこれついね。だからコンビもあったので、うん、ここに入れて作りたいと思います。ほい。あ、もう間違えて、はい、火がすげえ弱め。